はよう。どう？うんちした？うん、中の。おしっこした。おしっこ知らないです。なんか痛いんか。今回密着したのは内灘町の田村動物病院院長の田村兼人さんです。朝病院に着くや否や、分かんないですけど、石食べたっていうワンちゃん、石を、ね、飲み込んじゃったっていうんで、はい、レントゲンで確認。あ、そんなに大きくない薄っぽい感じのワンちゃんなんですけど、これだけ確認してください。散歩中に石を飲み込んだというワンちゃん、レントゲンを撮ってみると、これ石です。どれですか？今調べて。吐き気を促す薬を注射し、あ、それまたいい、出ました。これですね。ちょっと微妙な大きさでした、ね、ありがとうございます。1994年に開業した田村動物病院、多い日で1日150件ほどの診察を行うという人気の病院です。田村先生どうですか、診察？あ、優しいです。いつもなでなでしてくれる、頑張ろうねって。今日どちらから？小松市です。飼い主の私が安心して一個一個診察してもらって治療してもらえるので、もうここに来るだけの価値があります。飼い主さんのファンが多いのかな、田村先生。この日も続々と診察が入り、午前11時の時点ですでに160分待ち。中にはこんな子も。ああ、そうかそうか、ごめんごめん。そうかそうか、ごめん。今日は嫌な日だ。機嫌の悪い日やね。落ち着いて落ち着いて。田村院長、優しく語りかけ落ち着かせます。もう終わるからね、かっこいいよ、もう終わる。午後1時前、お昼休憩を挟むことなく取り掛かったのは、小さくなってます、はい、前腫瘍がその、はい、そう、この横幅が13ミリっていうのは10ミリになってるんですね。 CT の場合、縦でこう切っていくんで、立体的に多方向から見ることができるということで、非常に診断的な価値の高い装置になるんですね。人間の場合でも大きな病院やクリニックにしかない CT スキャンによる診察です。検査はこっちで完了させて、難しい治療で大学が必要であれば、その検査をもとに大学に行っていただくという、一歩手前までこちらの方で診断を下すというところが必要だという思いを持って CT を導入したんですね。およそ20年前、北陸で初めて CT スキャンを導入した田村動物病院。北陸には動物を見てくれる大学病院がないため、それまでは検査だけでも岐阜まで行かなければなりませんでした。先生も倒れますよ。やってたら疲れます。田村院長、着替えを始めたと思ったら、今度は手術です。県内で中核的な役割を担う田村動物病院では、年間およそ800件の手術を行っているそうです。人間だと内科とか外科とかと分かれてると思うんですけど、うん、全部やらなきゃダメなんですか？そうなんですよ、全部やらなきゃいけないんですね。いつ何時何が起きるか分からないので、できるだけ対応できるように日々頑張っています。
そんな田村院長は白山市出身。小学校の頃に飼っていた動物が死んだことがきっかけで獣医師を目指すようになりました。なぜ死んだんだろうとか、なぜ気がつかなかったんだろう、そういった思いをずっと持ってた中で獣医師という職業に出会ったわけなんですね。猛勉強の末、日本大学の脳獣医学部に進み獣医師となった田村院長。この日、忙しい合間を縫って訪れたのは、最近減少傾向にある小学校などでの動物の飼育。田村院長は学校で動物を飼うことが大変重要だと考え、病院がある内灘町で学校獣医師制度を作るなど精力的に動いてきました。気持ちを持って接してあげないと、動物というのはやっぱり寄ってきてくれない、触らせてくれない、生きてるということを肌で感じることができる。動物はそういった体験をね、直接体験を与えてくれる大事な存在だと思うんですね。さらに、こんにちは、田村です。ありがとうございます。立ち寄ったのは図書室。田村院長の母校でもあるこの小学校に本の寄贈をしているそうです。図書の寄贈を10年間させていただきました。いろんな図書があればどんどん無限に夢が広がってきますので、ね、そのお手伝いできればなと思って。多忙な毎日にもかかわらず、動物だけでなく将来を担う子どもたちへの愛情にあふれる田村院長。動物にいっぱい教えられます。30年やっててもまだまだ気づいてなかったこともあるなという、まだまだ成長途中です。飼い主さんと動物に常に寄り添えるような病院づくりをこれからも伝えていきたいと思います。言葉が通じない動物のお医者さんは思いやりにあふれるお仕事でした。